どうも、ゆっくり霊夢格好プ主です。マリサだぜ。前回は、三好家の本拠地、芥川山城での攻城戦。本丸に近い城門に阻まれてかなり苦しい戦いに。なんとかギリギリの戦いを制してそのまま攻勢に出る展開。ただ八木城攻めで強行しすぎて兵力が少なくなったところにまた三好家の逆襲が。ここさえしのげば完全に三好家機内から追い出すことができそうだよ。それじゃあ状況確認と今回の作戦考えていくよ。前回は八木城制圧して終わったんだったな。八木城攻め中に筒井家、三好家連合軍が高屋城に襲来したよ。こちらも本願寺家、六角家に援軍お願いしてなんとか将軍到着まで時間作れるようにしてるんだぜ。うちの領地踏んだら萎縮でかなり能力下がるし県予算能力高いから吉輝さん到着までに結構ケチらしそう。問題は長吉到着時にどれだけ団子になってるかだな。まあこちらも兵力多めで防衛行くし最悪威風弱くらいでも問題ないかとは思ってる。ただ全部の城から出陣させるとまた朝倉家、浅井家から攻められるぞ。だから靴北二城はそのまま、伊丹城、芥川山城、二城五城メインに出陣して防衛していこうと思う。ただ朝倉家も飛び地の本願寺家に攻めていってるしがっつりは攻めてこないと思いたい。あくまで願望。どちらかというと攻めてきて厄介なのは浅井家かな。朝倉家よりかは能力も高いしな。いっそのこと靴北二城防衛拠点に設定しようかと思うけど、朝倉家攻めの時に兵糧なくなるのも嫌だからこのままで行こうと思う。最悪攻められても騎乗は早いし靴北二城の合戦範囲も広いからなんとかはなると思うが。全部軍が苦人ではろた。始めようか。2800まで回復して出陣。小規模合戦になる可能性もあるし分割するんだぜ。先に戦闘してた晴元さんの部隊瀕死状態。一色家が山名家に攻められてるし赤い家から援軍送ってるんだぜ。それじゃあどんどんうちも防衛に向かっていくよ。出陣します。行くさぞ。準備を万端整えよ。なんか到着前にかなり蹴散らされたな。うちの防衛部隊いらなかったんじゃないかと思うくらい。まあ必要だとしても長吉の部隊潰すときくらいかな。萎縮の能力減少が強すぎる。被害はほぼ援軍。ああ行くぞぞ。この調子だと長吉さんは分割で合戦、後方部隊は威風弱狙えるかも。一色家は耐えれるかどうか。赤い家の大名が直政さんになってるし多分山名家の戦力なら大丈夫なんじゃないかな。分割するためにお迎え。うまく分割成功。県予算無双。逆に被害が難しそうな数字出したな。よし、これであとは威風弱狙いながら防衛後に岸和田城もワンチャン狙ったりできないかな。被害次第だがまあ直通なったら可能性はあるな。あ、先に軍制圧されまいとに勢力の援軍部隊が向かっちゃった。二条五所での打ち開墾。だいぶ開発も進んできたし兵力もそこそこに多くなってきてるよ。伊丹城に牧場も来てるな。厩舎も建てたらかなり特性強くなりそう。てかもう兵力7000超えてたのか。さすがの二条五所だね。しかもまだ伸びしろがあるという。どれよ。接敵部隊国衆だし集まるまでに潰してしまいそう。あ、異空発動できなくなったな。もうめんどくさいしある程度県予算たちに通常戦闘で任せよう。あ、帰ったな。かなり早い判断なことで、なんなら長吉壊滅した時点で帰るのが正解だったと思うんだが、一旦騎乗して兵力回復させていこう。次の目標は市議山城にしようと思う。もしかしたら工場威風で岸和田城巻き込むかもしれないしな。見る感じ芥川山城と似てはいるけど正楼ないしまだきつくはないかな。赤い家のおかげで一色家の防衛成功したみたいだな。さすがでございます。朝倉家はまた本願寺家攻め。てか上杉家かなり広くなってきたな。同盟関係だけど、あちらから結んでください言ってきてるから延長してるよ。動くべき時ぞ。それじゃあだいぶ回復してきたし市議三条攻めていくよ。恨み満載の吉輝のセリフだったな。元から仲悪かったのかな。要は何ですか。いきなり援軍呼べなくなってるんだけど。兵糧不足でかな。ちょっと前まで普通に呼べてたのになんかリミッターかかったのかも。確かな。
さすがに制圧できるだろうけど、芥川山城でのことがあるから余裕持って甲状腺には挑みたい。六角家の援軍少し遅いが読んでいくか。甲状腺前の合戦、筒井家の援軍だな。今回混乱持ち入れてないけど、強撃ですぐに吹き飛ばせると思う。混乱じゃなかったら時短できて楽だ。筒井家本拠地からさらに援軍来てるし、六角家の援軍待つまで暇だから、筒井城攻めてみようかな。援軍向かったのに本拠地奪われたら従属先恨むだろうな。あ、ここで接敵したら向かわないでおくけど。しかも立ちの悪い戦闘回避方法。戦闘回避については島津家の3話か4話で説明してるから詳しくは見てほしいんだぜ。あ、本拠地攻められそうになってもう動かないんだね。まあすぐに援軍もこっち来たし向かうか。強撃状態で接敵。石工に強撃が乗ったら能力とんでもないことになるんだな。これが将軍家の強さか。時短合戦。それじゃあこのまま甲状腺やろうかな。兵力はおよそ5倍。若干式ゲージ劣勢スタートだけど、兵力5倍だと安心感が違うね。敵兵力は平均800ほど。お茶がかりさん戦うのは初めてかも。気をつけるのは久しでくらいか。それじゃあ甲状腺やっていくよ。吉方だけ上側スタートなんだぜ。特に正論もないし、下の将軍率いる部隊は常に3方向攻撃。吉方さんは人事路だけだから、短期でスタミナ回復しながらゆっくりと破壊していってもらうよ。我が戦法を見るがよい。3方向攻撃だと壊滅までも早いな。一応工作兵人所効果範囲だけど、この速さならそこまで被害の影響も受けないかな。まずは陣太鼓破壊。このまま利休さんも攻撃していこうか。速攻壊滅。次は工作兵人所。こちらもすぐに破壊。縄文には3方向から攻撃できるみたいだから、一気に攻めていこうか。吉方はこれで敵部隊撃破して、そのまま設備も破壊できそうだ。縄文攻撃部隊いけー。共に勝ちをつかみ取ら。カオスすぎでくさ。久秀さんの戦法で一気にスタミナ削られたのは分かった。一度引いて回復だな。吉方さんも設備突破して縄文反対側から攻撃。三方向の攻撃が強すぎる。てか何も考えなくても勝てる甲状腺、気持ちよすぎな。まあたまにやるから楽しいがな。そのまま全部大壊滅で勝利。脳筋で挑んだから被害多めだな。脳汁の代償と考えたら安いもんだ。岸和田城届かなかったか。甲状腺の異風調整入ったかと思うくらいには範囲小さいな。コメントでも言われてたけど、平地の異風は体感伸びにくい気はするよね。攻め落としたぞ。市議山城制圧。高取城連戦提案か。てかこの動揺状態なら戦闘回避使えるんじゃ。ちょっと試してみようかな。その前に従属チェック。鈴木家可能。いいねいいね。芋づる式に北畑家も従属。やむを得ぬ。あ、種地芋ゲット。ほぼ周辺従属で固めたな。六角家は浅井家と同盟だし従属させれないか。話とは赤松家可能。マジ？どこまで行けちゃうんだ。従いましょう。さすがに山名家はまだ無理か。とりあえずここまでだな。凄まじい広がりぶりだ。筒井城の方が近いし耐久値低いから先に攻めていこう。戦闘回避で攻めていくんだぜ。あ、同様状態ならこれ戦闘回避使えちゃうわ。マジでやべえ攻め方だな。山名家がまたこっそりと一色家狙ってたから、赤い家に援軍お願いしてるよ。馬術持ち欲しいし有限やろう。おかめ、賜りも。まさかの本願寺家がここで従属可能。
鈴木家と同じ火災だったのか。これ鈴木家と同時に発動したらとんでもない砲術火力になっちゃいそうだ。みんな喜べ、攻め落としたぞ。そのまま戦闘回避で制圧、強すぎるな。このまま高取城も狙っちゃおうかな。次の戦闘回避。これさ、思ったんだけど別に戦闘回避できるなら周辺の弱い部隊でも制圧できちゃうんじゃね。言われてみれば確かに。ただ能力が低いから時間はかかりそうだけど。だいぶ削ったところで将軍騎乗。これで周辺の国衆とかに任せるんだぜ。最強の防災の一人ゲット。あ、これマジで反則的にヤバい技だわ。モブ城主でも簡単に城を落とせちゃう。高取城制圧。この戦闘回避は周辺同様状態にして一気に使うとかしたら本領発揮しそう。これは無印の時のキープやミートみたいに禁止技にするかもな。また一つ強くなってしまった。要は何だ。ここで山名家従属。アマゴケもいけそうだ。ついでに従属。避けられんか。従属だけで中国地方まで行ってしまったな。さすがにこんなに従属伸ばしたのは初めてだ。集中戦がとんでもないことになってるな。今回の独自エンディング決めた。このまま従属勢力まみれになっても従属九州末だけだし、三好家を滅亡させて終了にしようと思う。しかも四国勢力同盟関係ないから全従属になりそうだ。そこまでやって終了かな。ってことは次回かその次くらいには終わりそうだな。最後に兵力確認。一気に順位上がったな。これに従属勢力の兵力足すとぶっちぎりかな。従属勢力込みの兵力とかも表示してくれたら便利なんだけど。やっぱヨシテルさん編は三好家戦がクライマックス感強いね。まあ敵討ちみたいなもんだしな。ってことで今回はここまで。チャンネル登録がまだの人は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくなんだぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。